おはようございます。歯抜いてきました。はい、今日はピンクの半襟に、ね、色違う八掛けが緑の紬でございます。はい。歯を抜いてきましたよ。すっごい出血でしたね。下の歯すごいですよね。抜いてすぐ血は絶対に止まらないシステムですね、うん、しばらく穴が開きっぱなしかと思いますね。1ヶ月ほど前にうちの働いてるバイトの子でちょうど親知らずの下の歯を抜いた子がいたんですけど、その子がやっとお米が入らなくなりましたって言ってたんで、まあ、それぐらいかかるでしょうね。もうほんとほんと、もう歯医者さんはもうほんとね、なるだけ行きたくないけど、なかったら大変な病院、うん、今通ってるのがイオンモールの中の歯医者さんなんで、お休みがあんまりないんで、すごい行きやすいんですよ。そこら辺は助かってますけどね、近くにイオンモールができてくれて、松のね、小松に黒船が来たぞっていうぐらいでっかいイオンモールが来て変わりましたけどね。昨日はね、そう、歯抜いた次の日は仕事の関係でサムエで仕事してたんですよ。で、久しぶりに着服です、洋服で。寒くってやっぱ着物はね、帯があるからあったかい。お腹に北海道貼って5枚着て仕事したら袖めくれないっすよね、うん、体も思うように足も上がんないし、ズボンも2枚履きしてたんで不自由極まりないというね。着物の方が動けないとか言うけど、あれは絶対洋服の方が動けてないですね。あれですよ、星ヒューマンのなんかバネつけてるみたいな状態ですよ、一日中めっちゃ肩こるみたいに。何、どんだけ着てるんですかって言われてね。着物ばっかり着てると体が着物になれちゃうんでね。どうしても洋服の締め付けの少ない部分は寒く感じちゃいますね、この時期は、うん、はい。で、今日は引き続きこの使いづらいバラの博多帯です。ちょっとね、襟がピンクなんでグラデーションカラーでちょっと濃いピンクにして、足元は赤の足袋を履いてます。この着物がね、結構男色なんで、ね、島柄でもやっぱ今の島なんで地味なんでね、昔の島だとね、赤やらピンクやらいろんな色入ってて面白いんですけどね。単色な感じなんで、ちょっといろいろ色を入れないと新
私らしくないコーディネート。なんか格とかそのこうあるべきとかそういうなんかあの考えもね、その正式な場所だと大事なんですけどね。普段着はやっぱり洋服と一緒でファッションなんで、自分らしいっていうのが着物にもやっぱ出てきますからね。あのずっと着てるとこれが自分スタイルだなみたいなのが定着してくるとコーディネートもしやすいですね。はい、そして今日はこんな三部紐をこれ自分で作ったんですよ。なんだっけ、江戸紐みたいなやつ編んで、このね、この青い紺色の線から持ってきたんですけど、中に紫が入ってるんです、糸で。それで帯留めがこちらです。これも自分で作ったやつです。適当に半幅、半襟の余りをお花に縫い付けちゃったみたいなやつなんですけどね。なんか欲しくって自分で作ったんです。ほら、こんな感じに先っぽなってます。指死にましたね。なんか組紐を作る方ってどういう指の強さっていうぐらい、本当指へのダメージが半端なくて、私も仕事に影響あるから作らんでおこうと心に決めましたが、一個だけ自分で作ったやつです。そういうのもね、なんか自然に取り入れられるのが洋服と違っていいなと思うんですよ。着物は洋服だと、ああ手作りねみたいな感じにどうしてもなっちゃうんですよね。既製品のように洋服を作るっていうのは結構難しくって、でも着物の世界だとそういう隔たりがないんですよね。そこら辺がなんか小物をちょこちょこ自分で作れる方には楽しい一面ですよね。帯と、あ、半襟と帯と、この足袋が赤系なので、帯締めは青で、ちょっと紫を入れてバランスを取ったコーディネートですよ。どうかな？いいかな？はい。今日はこんな感じで、ほっぺも腫れなかったのでよかったです。それでは皆さん、お忙しいですが、良き一日をお過ごしくださいませ。